体を回していくとボールに当たりませんというご質問をいただきました。どうしても体を使って打ちたいので、皆さん意識は体をしっかりと使って打つっていうことを目指してスイングを作っていると思います。ですが、意外と体を腕を使いたくないので、体をしっかり回していくっていう意識はあるのですが、実際気づかないところで手打ちになっている場合が多いです。その場合は実際どういう動きかっていうと。 体が意外とバックスイングがが回っていない人が多いな人多ですこうボールを見たいので頭が動かなかったりとかあと腰を動かさないようにして肩だけ入れているような形ですと一見体ねじれているような形ですが意外と体は動いていませんので手で上げているような形になります。でそこから体を回したいとなるのでこの状態から一気に体を回していくので体が開いて。 後でもう開いてしまっているので、クラブが今度降りてきませんので、この後ろ側に残っているものを前に出していくっていうような動作で打ってしまいます。ですから自分では手を使ってないようなイメージでも、最終的にこのように自分で腕を振っているような形になってしまいますので、なんとなくタイミングが合わないようなイメージになってしまいます。 ですからそういう場合は体を回すのはどちらかというと感覚的に右側に行く時クラブを上げる時にしっかりと回すという意識が必要になってきます。で回したものを今度は回すとするとこう体が開いていってしまいますのでどちらかというとバックスイング側でしっかりと回す。でダウンスイング側はどちらかというと回す意識が強すぎてこう体が開いてしまいますのでダウンスイング側は。 少しこう乗せるだけで体がそのまま回っていってしまいますのでダウンスイング側は少し乗せるっていうようなイメージでいくと体がスムーズに回転しやすくなるのではないかなと思います。大体の人が回さないでこっちは回すっていうようなスイングになってしまいますので回す乗せていくっていうようなイメージで、まあ、打っていただければ少ししっかりとボールの 方に向かってクラブが動いてくれやすくなりますのでそこを注意して逆に今最初は皆さん大体多いパターンが回さない回すになるのでどちらかというと回してあげて乗せるだけみたいなイメージで打てると少しボールに当たりやすくなるのではないかなと思いますいつも動画見ていただきありがとうございますチャンネル登録評価お願いします,、えー、しますゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、えー、動画でアップしたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします